吉田さん、お疲れ様です。年齢によって稼げる可能性の相対速度って変わってくると思うんですよね。例えば20代とか30代っていうのはどんな仕事についても将来性ね、そこからの20年30年で培える経験とか可能性とか未知数な分野とかね、そういったものがいろいろ枝分かれしていって、どの業種についてもすごい可能性にあふれてると思うんですよ。でも40代50代になると、それまでの人生経験が軸になって仕事とか会社ってのをね、就職先っていうのを決めることになると思いますから、やっぱりなかなかね、可能性が限定されると思うんですよね。で、採用する方としても40代とか50代でこの先30年40年雇うわけにはいかないんで、まあ長くても20年だと思うんですよ。まあ、そうなるとどのぐらいの役職につけてあげれるかっていうのも限界が当然ありますし、もっと前から会社に入っている、それこそキャリア20年30年人とのバランスもあったりとか、あとはね、その中途で入ってこられる40代50代の人の扱い方って結構難しかったり、そのご本人さんのその会社で得れる障害所得もそんなに高くならないと思うんですよね。40代50代で中途入社していて、それでなんかヘッドハンティングされるぐらいの能力があったら別なんですけどね、やっぱりまあ20万とか30万をなんとかその会社にいる限り取り続けるのがやっとだと思うんですよ。で、そうなると年収ってのも500万とかを退職するまでになかなか超えないってなると、せっかく40代50代でね、すごい競争の中苦労して、でいろんな思いを跳ねのけてその会社に入って勤め続けても、そんなに金銭的な旨味はないんじゃないかなと思うんですよ。で、そればかりか時間がね、圧倒的に失われていったりとか、体力的にもきつかったりとか、自分の人脈があんまり使えなかったりとかしてきついんじゃないかなと思うんですよ。そうなってくると、今度はまあね、最近は FX の話をすることが多いんですけども、 FX って同じ労力をつぎ込んだら稼ぎっていうのは天井知らずになりますんで、そうなるとね、なんか残った可能性をどうせ使うんだったら、まあ、FX の方がいいんじゃないかなと。さすがに FX ね、3年とか5年やったらみんな勝てるようになりますよ。それはちゃんと真面目にやったら。でもサラリーマンを3年5年10年やってちゃんと稼げるようになるかどうかって言ったら、まあ、せいぜいね、給料泥棒って言われながら毎月20万30万を持って帰るのがやっとじゃないかなと思うんですよ。で、仕事の意義も感じられないし、ものすごく惨めだったり、生活費のために何とかやってる感じで、しかも若い20代30代はすぐに自分の頭を飛び越えて上司になったりとかするんでね、結構きついんじゃないかなと思いますよね。だから年齢によって何が一番可能性を最大限まで引き出せるのかとかっていうのを考えると、だいぶ変わってくるんだろうなと思いますよね。